はい、本日はですね、僕が持っているダウンジャケット13着を全て紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあなんでこんな動画作ったのということになると思うんですけども、まあこの後にですね、おすすめのダウンジャケットとか、あと4万円以下で買えるおすすめのダウンジャケットとか、あと高額やけど6万円以上で特におすすめのジャケットみたいな動画を作っていこうと思ったんですけど、そもそもお前何持ってんねんって自分でもわからなかったんですよね。俺何のダウンジャケット持ってんねやろうなと思ってここに書き出したんですよ。あ、こんだけあんのかと思ったら、11着あるなと思ったらパーって数えたらですね13着あったんですよね。だからもう自分でも把握しきれてないということになっておりますので、まあ今ここで、このダウンジャケットを持ってるっていうのをご紹介していって、まああとそれと簡単な特徴を紹介して13個バババババババッと紹介していくということになっておりますので、もう早速紹介していきたいなというふうに思います。ではまず一つ目っていうのがですね、こちらのユニクロのダウンジャケットになります。まあ、これはですね、まあ、パッと見た感じでわかると思うんですけど、結構着丈の長い感じになってて、以前比較動画を作るために購入したんですが、まあ、これは一応比較動画ですね、作るために購入したということで、まあ、ユニクロなんで値段もそんな高くなくて、まあ、僕が持ってるダウンジャケットの中で比較的安い方には入るんですけど、まあ、それでも相変わらずすごい安心のクオリティというか、安定のクオリティというか、まあ、しっかり作りもちゃんとしてるなということで、まあ、1万5000円にしては、よくイオンモールとかで1万5000円ぐらいでダウンジャケットとか売ってるじゃないですか。やっぱそれとかとはもう全然比べ物にならんぐらい作りがかなりしっかりしてるんですよね。だからまあディティールとか形が嫌いとか色が嫌いっていうのはもちろんあったとしても、クオリティが劣るから嫌いっていうことは多分おそらくないと思うんですよ。まあなので同じぐらいの価格帯でダウンジャケットをこう見てはる方なんかには、僕はいつもユニクロの方が絶対いいですよって言うんですけど、まあもちろんそれはね3万4万5万で出していくともっといいダウンジャケットありますし、まあ比べ物にならんとは思うんですけど、同価格帯1万円2万円台でこのダウンジャケットを超えるような、まあ、こういったタイプ、着丈の長いタイプのダウンジャケット、ファーがついてるタイプって多分おそらくないと思うんですよね。だからまあそういったダウンジャケットというのがまず一つ目のユニクロのダウンジャケットということで、こうバンバンいきますね。そして次がこちらですね、マウンテンダウンジャケットといって2018年に買ったモデルになっているので、今からもう3年ぐらい前のモデルになってるんですかね、1年2年3年2年前ですかねのモデルということになってて、まあこれは今でも発売しているのでご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、僕の YouTube を初めから見てくれてる方なんかは結構思い入れがあるようなダウンジャケットかなと思うんですけども、これがですね唯一と言いますか、そうですね唯一ですね、ゴアテックスの防水の生地を使用してますので、どんな大雨でも濡れることがないので、例えば雨とか降ってて雪とかで、冬出たい時あるじゃないですか。でそんな時なんかはこのダウンジャケットさえ着ておけば絶対に濡れないので、まあ、寒さ対策もそうなんですけども、しっかり、雨風も、しのいでくれるというジャケットになってます。まあ、これも比較的出て新しいんですね。まあ、2016年ぐらいから出てるダウンジャケットなんで、まだ5年ぐらいしか経ってないんですけど、もう人気のダウンジャケットなので、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、そういったダウンジャケットが2つ目ということになって、次のダウンジャケットがこちらも有名ですよね、デサントのミスサワーダウンというダウンジャケットになってます。これはねマウンテニアというモデルになっているので、一応ミスサワーダウンの中でも一番高いスペックのモデルのダウンジャケットということになっているんですが、まあ、このダウンジャケットはやっぱり日本製ですよね。日本の、企業が作ってるというか、日本の会社で一つ一つ手作りで作られてるっていうことで、かなり生産コストが悪い中で作ってるから希少価値も高いと言いますか、まあその分値段も上がってるっていうことなんですけども、もちろん品質も良かったりとかしますし、こう細かいところまで配慮されてるので、ちょっと熱くなった時とかはこの脇のジップ開けてあげて熱を逃がしてあげたりだとか、あとフードのところとかに雪とか雨とかが入らないようにジップでキュッて止めたりとかできるようになってたりだとか、もちろん防水の生地も使用してたりだとか、もう結構いろんな配慮がされてるので、まあ10万円ぐらい確かしたんですけど、まあ、10万円するだけでもそれは価値はあるわなということで、まあ、こういったジャケットがあるという感じですね。まあ、これはシームレスのダウンジャケットになっているので、シームレスのダウンジャケットこの後も何個か紹介はするんですけども、基本的に全部今年買ったダウンジャケットになっているので、経年劣化がどれが一番早いかみたいな感じの検証もできたりするので、まあ、そういった楽しみ方もあるんかなということで、まあ、どうしてもねシームレスってい こう縫い目のないダウンジャケットって劣化しやすかったりするっていうところとか、あとこのテープが剥がれちゃうとかっていう、クリーニング店に出したら剥がれちゃうとかっていうのもいろいろあったりはするんですけど、またこれはシームレスはシームレスのダウンジャケット特集みたいな動画を出そうと思ってますので、まあ、そういった水沢ダウンという日本のオリンピックの代表選手のために作られた、ダウンジャケットっていうのが元の始まりですね、水沢ダウンの。では次行きたいなと思います。次がこちらのノースフェイスのヌプシージャケットですね。もうこれはですねめちゃくちゃ名作中の名作やから絶対知ってると思うんですよね。絶対
対見たことあるようなダウンジャケットだと思うんですけど、名作にしては比較的、ね、お値段がお安いですねということで、3万円、まあ4万円いかないぐらいということで、3万円台で購入できるということで、納税数は比較的高いじゃないですか。6万とか5万とかするのは結構ダウンジャケット多いんですけど、このダウンジャケットは名作やのにも結構あのお手頃というか買いやすいというところが良かったりはしますので、まあ、入門編の1着なんかなとは思ったりはするんですけども、最近僕個人的にはこういうモコモコしたダウンジャケットが結構好きやったりはするので、あの、まあ、これも今年買ったモデルにはなるんですけども、まあ、この冬ガンガン着ていきたいなと思います。まあ、ただですね、あの僕結構寒がりやったりするので、本当に真冬1月とかのめっちゃくちゃ寒い時なんかは多分これはもうよう着れないと思うんですよね。これじゃ寒すぎると思うので、まあ、あのもうちょっとねフードとかあってこっから風が入ってこうへんとか、あともうちょっと着丈が長いとかっていう方が結構大事になってくるかなと思いますので、まあ、もちろんねあったかいとは思うんですけど、そういった、ノプシジャケットっていうのが、4つ目ですね。では次のダウンジャケットが、まあ、これも大人気ですよね。こちらのバルトロライトダウンジャケットということになってて、バルトロライトジャケットですねということになってて、あんま適当な名前言うと視聴者の方にコメントで注意されますので、ここでお先に言っておくんですが、これはですね2017年ぐらいに買ったモデルになってるので、もう4年ぐらい前なんですよね。で特にまあ2018年ぐらいがこれを買うのが結構ピークというか難しかったと思うんですけど、まあ、最近はそんなにもう皆さん多分買ってる方が多いので、まあ、そんな買うのは難しくはなくなってはきてるんですけども、まあ、それでも今でもまあ全然人気はあったりするんですが、プレミアとかはねちょっとずつこう落ち着いてきてると思うんですよ。以前とかまでやったらほんま10万ぐらいで、もともと定価6万円ぐらいなんですけど10万とかで取引されたりする時もあったんですけど、まあ、今はもうそんなに、プレネもそんなついてないと思うんですが、もうそういった、人気のダウンジャケットですね。これが5着目で、次6着目っていうのがこちらのナンガのオーロラダウンジャケットになります。まあ、これはですねナンガといえばもう寝袋とか寝具とかっていうブランドが出してるダウンジャケットっていうことで、これ僕13着ダウンジャケットがあるうちでも唯一これだけがほんま持ちは持ちやなんですよね。もう専門店っていうことになってて、それ以外はあのファッションブランドであったりアウトドアブランドが出してるダウンジャケットなんですけど、これだけが唯一羽毛布団が出しているダウンジャケットってことになってるので、まあ本物中の本物ですよね。だからダウンの質としては多分申し分ないと思うんですよ。多分どんな方が持っててもダウンの質が悪いっていうことは多分聞かないと思うんですけど、まあ、ただ次ファッション性ってなってくると、これはまだファッション性はまた別じゃないですか。あの羽毛の会社のブランドなんで、やっぱファッション性だったらファッションブランドの方がより特化してたりするんですけど、じゃあそっちが次ダウンはどうなんてやったらダウンがまあちょっと微妙になってきたりとか、まあいろいろ難しいんですけどね、どれを取るかってこんな感じだと思うんですけど、まあ、これが2、4、6着目ですね。では次7着目っていうのがこちらのアークテリクスのアトムエアルフリーというジャケットになってて、これに関してはどっちかというとインナーダウンというか、まあ一応アウターにもなるけどインナーダウンにもなるようなあのジャケットで、ダウンジャケットというか、まあ、中綿ジャケットっていうことになってるんですけど、これはアークテリクスの店員さんとかも結構持ってはるらしいんですよね。だから店員さんが持ってるってことはそんだけやっぱ使い勝手がいいから多分持ってはる方が多いと思うんですけど、僕自身も結構使い勝手が良くてよく着てるんですけど、まあ、何がいいかっていうと、まあ、パッて手とか通した時って袖口をベルクロで留めるタイプであるじゃないですか。ビリビリって留めるタイプあるんですけど、そうなんじゃなくてもうまあゴムになってるんですよね。だからインナーダウンでこのタイプって結構少なくて、もっとこう薄いゴムとかはあるんですけど、しっかりこのなんていうんですかね、袖口をフィットしてくれるようなゴムになっているので、パッと羽織るだけでもうなんか完成しちゃうみたいなジャケットになってて、まあ、さらにアークテリクス全般なんですけど、このジップをねピュッて開けるじゃないですか。ピュッて開けた時にジップが折りやすいんですよ。だからこうやって開けたらビリビリってこうジップが下がっていくような感じになってて、こんな開け方したら普通のジャケットやったら多分ジップが壊れやすくなったりするんですると思うんですけど、アークテリクスの場合はこれがジップが折りやすいようになっているので、まあ、脱ぎ着とかも結構しやすかったりするっていうところも良かったりするので、まあ、人気なのかなと思うんですが、それが2、4、6、7着目ということになってますね。ようやく折り返し線が来たということで、この状態を見てですね、嫁はですね、うわーセレクトショップみたいって言って喜んでるんですけど、引き続き後半戦に行きたいなと思います。次7着が次8着目っていうのがですね、こちらのカナダグースのシャトーパーカーというダウンジャケットになります。まあ、これはですね僕が持ってる13着の中で一番高額のダウンジャケットで、確か13万円ぐらいするダウンジャケットなんで、ダウンジャケットにしてはめちゃくちゃ高額やと思うんですよね。まあ、もちろんそれはもっと上20万30万のダウンジャケットもあるんですけども、まあ、普通の一般人が買うってなってきたら結構高額なラインにはなってくるんかなと。まあ、もちろん僕一般人なんで高額なダウンジャケットやったんですけども、まあ、これに関してはレビュー動画でも言ってるんですけど、本当にマイナス15度マイナス
S25 でも対応できるようなダウンジャケットの作りっていうことになってるので、もちろん日本ではオーバースペックとかって言われたりはするんですけど、まあ、本当に真冬とか極寒地とか、あと寒がりの人なんかにはもうめちゃくちゃ味方になるようなダウンジャケットになるんちゃうかなと思ってますので、特にまあ1月後半とか半ばってめっちゃ寒いじゃないですか、まあ、そんな時なんかには重宝するんちゃうかなとか思ったりはしてるという感じのダウンジャケットっていうのが、こちらのカナダグースになってるんですが、ただ唯一欠点としては13万円する割にはもうちょっとこだわられへんかったかなとかって思うところも若干あったりするんですよね。若干ばかりやけど、まあちょっとやっぱ生地が自社の生地使ってたりするのにはしてはその割には高いなとか、ダウンの質もそんなにフィルパワーが高くないのでやっぱ軽さはあんまないんですよね。結構ずっしり重たい感じはあるのに、まあ、ちょっと高いなとかっていうのもあったりしてて、まあおそらくこれはですねカナダ生産っていうところにこだわってるので、カナダ国内で買うと多分もうちょっと安いと思うんですよね。まあなのでユニクロみたいな感じで日本で買うと安いけど海外で買うとちょっと高いみたいな感じで、まあユニクロが高いかどうか知らんけど、まあ例えばモンベルとかもそうですよね。モンベルこの中にないから話分かれへんな、ということになってるので、まあちょっと高めかなというところは思いますね。では次8着目っていうのがこちらのダイワのダウンジャケットになってます。でダイワと聞くと釣りとかやってはる方はご存知だと思うんですけど、釣りメーカーなんですね、もともとは。ああ釣りメーカーなんかってことは釣りのダウンジャケットと思うんですけど、じゃなくて今年からそのダイワっていう釣りメーカーが本格的にファッションブランドにこう展開してきてるんですよね。でそれがダイワピアっていう、まあ、ブランド名になってるんですけど、まあ、ブランド名はいいとして結構多くのセレクトショップとか、まあ、感度の高いセレクトショップで取り扱いがあって、まあ、洋服がお好きな方なんかは今年めちゃくちゃ注目してるあのブランドにはなってるんですけど、そのブランドが初めて出したダウンジャケットということになってます。まあ、ちゃんとねあの釣りメーカーだけあって機能とかも備わってて、あのゴアテックスっていう生地が使われたりしてて風が全く入ってこないような感じにもなってたりするし、なおかつこれフードも、外せたりするし、あとまあ注目するべきところは生地なんですよね。これ僕が持ってる13着の中で一番生地が高級感あるんですよ。だからそれぐらい多分こだわって作ってんやろなっていうことで、多分数はね結構少ないと思うので、そんな大量に出回ってないと思いますので、欲しいと思っても買えない方多いとは思うんですけども、個人的には一番この冬買ってよかったというか楽しみにしてるダウンジャケットがこのダウンジャケットになっておりますというのがダイワのダウンジャケットになってますね。ただちょっとこれ重いんですけどね、結構重たくてずっしりくるので着てたらもしかしたら疲れるかもしれんという感じですね。10着目がこちらのビレイヤパーカーという、これはノースフェイスのダウンジャケットになってますね。でこれはですね確かあのユニセックスなんですね。あの女性でも男性でも着れますよということになってるんですけど、結構女性の人気が高いというか、ノースフェイスっていうと基本的にはこう切り替えのパターンあるじゃないですか。例えばこういった感じで黒とあの、まあ、緑みたいなのが切り替えの色であったりすると思うんですけど、このビレイヤパーカーに関しては一色なんですよね。だからこれはネイビーですけど、例えば黄色やったら黄色一色、赤やったら赤一色、黒やったら黒一色みたいな感じで綺麗めに着れるっていうところがおそらく、まあ、女性の方にも人気なんやろうなとは思いますし、まあ、なおかつノースフェイスやし綺麗めやし、ほな私着ちゃおうみたいな感じで着ると思いますので、まあ、そういったところで人気があるんかなと思うんですが、そういったビレイヤパーカーということになってます。もともとはねあのクライミング用のジャケットということになってますので、全然女性用のジャケットでも何でもないんですけども、まあ、特に女性に受けがいいというようなダウンジャケットですね。では次はですねこちらノースフェイスのサンダージャケットというジャケットになってるんですけど、これはですね一応中綿が入ってるんですが、これもインナーでも着れるしアウターでも着れるっていうようなインサレーションダウンっていうんですかねのジャケットっていうことになってるんですけど、まあ、どういう時に着るかっていうと、やっぱり室内と室外を往復する時だから、ちょっと買い物行ってちょっと帰ってくるとか、あとまあ車運転してちょっとまた外出るとかって言った時はもうこれ一着着とくだけで一時こう着たり脱いだりせんでいいので、まあそういったこう室内室外をこう往復するその時なんかには重宝するので、普段使いとしては結構これは普段使えるんですよね。でがっつりお出かけするとかなってくるとちゃんとしたダウンジャケットを着るけども、まあ、普段ちょっとこう冬場とかに家いてる時なんかは、まあ、僕とかは結構これ冬場にもうずっとこれ普段は着てて、まあ、出かける時とかはちゃんと確保する時はちゃう確保するけど、まあ、普段は部屋着兼外着コンビニ着ぐらいな感覚で着れちゃうっていうことなんで、結構汎用性が高いんですよね。まあ、もちろん私服でも全然着れたりはすると思うんですけど、そういったジャケットというのが11着目ですね。次12着目っていうのがこちらのモンベルの、スペリオダウンジャケットということになってます。あのモンベルありましたね、忘れてましたということになってるんですけど、まあ、モンベルといえば日本のアウトドアメーカーのもう代表格っていうことだと思うんですけど、このインナーダウンってね結構
構着てる方多いと思うんですよ。でそれこそユニクロをいつも着てはるけど、まあ、さらにもうワンランク上のダウンジャケットとかインナーダウンが欲しいってなったら真っ先にこれが多分候補に上がってくると思うんですよ。でなんで候補に上がってくるのっていうと、値段が安いのにクオリティがめちゃくちゃ高いっていうことになってて、この今見てもらってるダウンジャケットの中でも一番良質なダウンを中に使ってるんですよ。まあダウンの量自体はそんな多くないんですよ。インナーダウンでこう薄い感じだからそんなに多くはないけど、ダウンの綿の質は一番いいのどれって言われたらこのダウンジャケットが僕持ってる中で一番いいんですよね。でなおかつ値段も1万円ぐらいっていうことで、1万円でそんな絵の買えんのっていうことで結構購入される方も多いんですが、まあ、ただですね、ちょっとまあシルエットとかがちょっと大きめなんですよね。なのでインナーで着るにしてはちょっと大きいなとも思うし、1枚で着るにしてはちょっとダボっとしてるなとも思うし、まあスタイリッシュさっていうのはちょっとないかもしれないんですけど、まあその分保温性とか機能性とかはちゃんとあるし、まああとちょっと気になるところっていうと、やっぱ前がボタンタイプになってるっていうところも、まあ保温性に関してもちょっとどうなんかなっていうのもあったりするので、まあ、この辺は好み分かれると思うんですけど、1万円でこんだけあるといいやんっていう人もいてれば、いやもうちょっとこだわってくれて値段はなんぼでも出すからもうちょっとこだわってほしいっていう方もいてると思うので、まあそういった、ダウンジャケットということで、まあこれもねめっちゃ人気あると思うんですけど、12着目ということで、次この2着はですね、僕が買ってあげて嫁が今着てるジャケットになってるので、まあ僕はもう着てないということでご紹介しないので、最後13着目っていうのがこちらの、これはですね、またシームレスダウンなんですけど、ユニクロのシームレスダウンなんですね。これ2020年からはなんか 3D カットって言って、こうちゃんと腕とかがこう何て言うんですか、立体的な作りになってるので、自然にこう前に腕が来るようになってるので、ジャケットを着た状態でもそんなにこう不自然な形というよりかは、しっかり自然な形で腕に沿ってくれたりとかするというところまで考えられてるのにもかかわらず、なんとお値段が 16,000円ぐらいっていうことでめっちゃ安いんですよ。で僕もですね、こうやって服の紹介とかするってことで、ユニクロにたまにまあ、視察じゃないけど見に行ったりもするんですよね。あ今こんなん出てんねやとかでパッて見たりしてたら、僕結構アウトドアメーカーが多いので、アウトドアメーカーの類似品みたいなのって結構あるんですよ。でその中でもダウンジャケットパーって見てる中でも、まあ、今年ユニクロから出た中では多分一番クオリティが高いのはこのジャケットなんですよ。一番最初に紹介したこのファーのついてるダウンジャケットも全然クオリティは1万5000円の割には高いんですけど、どっちの方がクオリティ高いって言われると、このシームレスのダウンジャケットの方が圧倒的にクオリティ高いんですよ。でそれはどういう質が高いのっていうと、中に入ってる綿の質であったりとか、あとこのチャックの、止水ジップっていうのをあえて使ってたりとか、やっぱ値段もこれで上がってくるんですけど、こういった原価が高いというか、こう元取ったろうみたいな感じじゃないんですけど、どうせ料金払うんやったらよりいいものをって思ってる方なんかはこういうのがいいと思うんですけど、まあ別にお金とか関係なく自分に合ったものを着たいっていう方はまた違うのがおすすめなんですけど、まあ、よりこう元取ったんでみたいな、スシローとか行ったって原価高いのやつばっかり頼んだんねみたいな人なんかは多分こういうジャケットがいいんかなと思いますので、まあ、そういったこれが13着目ということになってますね。はい、ということでですね、以上が13着僕が持ってるダウンジャケットってことなんですが、まあ、もしかしたらこれを今公開してる時にはですね、もうちょっと増えてるかもしれないですけど、現時点で持ってるもの、今現在が11月の上旬なんですけど、で持ってるっていうのはこの13着ということになってますので、だいたいどのダウンジャケットがあるかなっていうのが分かったんで、まあ、これからは、おすすめのダウンジャケットとかっていうのを撮影していきたいなというふうに思いますので、まあ、とりあえず全部紹介っていうのはこれで終わりたいなというふうに思います。ということで本日はですね、僕が持っているダウンジャケットを全て紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。